よっ、木曜ネット大城ひかるです。今回はですね、茅ヶ崎駅にやってまいりました。一体何をしますか。最近高所アスレチックや大食いチャレンジに挑戦したり、体を張って頑張っていたと思います。ファンシルジュの大城くんが喜んでくれそうな体験ができるクラフトスタジオが茅ヶ崎にあるようなので、ぜひ潜入してみてください。高いとかでかいで来てるから、癒しみたいなのが欲しいのよ。俺が喜ぶんですよね、本当にと思います。本当か。まあでもそれを信じていきますか。じゃあ、まあ、せっかくなんでね、屋根突き抜けて飛びます。せーの、ほっ、うい、空中でいろいろありましたさあ、ということでお店の前まで着きましたよ。こちらヒゲのマークが書いてあるバッフィさん、行ってみたいと思います。こんにちは。お、こんにちは。こんにちは。はじめまして、バフィのノリと申します。ノリ、ノリさん。ノリさんで。あ、ノリさん、よろしくお願いします。ということで、やってきたのは木を使ったものづくり体験ができるクラフトスタジオバフィさん。ノリさんのヒゲのマスクが気になりますが、店内のインテリアにもすごくこだわりが感じられます。ちなみにこういう机とかもノリさんが。あ、そうです、そうです、はい。あ、もうじゃあこれらのものは大半ノリさんが作られているというか。すべて手作りですね。よく見るとリスとかがいるの。細かい世界観もあってこのリスももちろんノリさんが作ったりしてそうなんですよ。僕顔に似合わずこういう可愛い感じが好きなんで、はい。こう堅くなな感じかと思いきや。そうなんです。結構こういうキュートな感じ。キュートな感じさっきから気になってるんですけど、はい、そのマスクのヒゲ、はい、そして看板のヒゲ、はい、全く同じ感じなんですけど、はい、これはヒゲをトレードマークにされてるお店なんですか。尊敬できる人が2人いるんですよ。はい。まあ、1人目がそのヒゲを生やしていて、はい、それは僕の祖父で、それでまあこういうヒゲを蓄えてるのを小さい、ね、幼少の頃から見て、そういう人になりたいなと。こういうスタジオを、はい、これなぜオープンしようと思った。あ、まあ教えるのが好きだった、はい、あと木が好きだった、あとまあものづくり、この3つがなんか融合できないかなと思って、よく考えてこれを立ち上げたと。それはこういうワークショップだったりとか。そうです、そうです。自分で作ったものを誰かに届けたりとかっていう。そうなんです。でもオンリーワンさえあればと思ってこれを立ち上げたことによって、多分真似されないし、ノリさんにしかないものが作り上げられていきますからね。そうです。で、今回なんですけども、はい、僕はこう何を体験させていただけるんですかね。そう、僕はヒカルさんがパンが好きだっていうことで、ヒカルさんにぴったりなワークショップありますか。あります。それも木彫で、はい、のみで木を彫っていくんですけど、はい、ぜひパン皿というものを作っていただこうかな。木のパンの皿。そうです、はい。難しくはないです。初めての方にも彫れるんですけど、5時間。5時間彫りっぱなしです。パンを美味しく食べられるんですもんね。そうです。じゃあ、はい、やる。やります。5時間余裕。いきますよ。お願いします。せーの、ほっ、ほっ、おお。さあ、ノリさん、はい、まずは何をしていきましょう。じゃあ本日はこちらのパン皿ですね、はい、この蜂の巣彫りっていう。めちゃくちゃ綺麗な柄ですね。綺麗ですよ。これトーストを美味しく食べるためのパン皿なんですけども。なるほど。この凹凸がパンを乗せた時に下に空間を作ってくれて、はい、そしてパンの蒸気を木が吸ってくれるので、パンの裏側もサクサク。俺パンは詳しいけど木のこと知らないからあ、どんだけ美味しいパンを俺が焼いたとしても、こういうお皿一つで変わってっちゃうってことですね、はい、そういうことですね。ただこれって何だろう、育てる食器なんですね、はい、初めはこうやって薄い色なんですけども、もう手入れして繰り返していくと、どん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 こういう濃い色に。これ同じなんですか。同じなんです。僕のやつはもう1年以上経ってますけれども、はい、同じなんだって。じゃあ1枚の皿とは言っても、もう日に日に変わっていくから。そうです。毎日違うお皿使ってるような感覚で。そういう感覚ですよね。ほんとオンリーワンですね。ほんとオンリーワンです1センチずつ。そうですね、まあ、19までですね。おい、いいじゃないですか。やってる感ありますね、やっぱ。そうです、そうです。まず真ん中、
掘りますよね、はい、浅く浅くいきます。浅く浅く一マスあたり1回で掘るのではなく 4,5 回に分けて掘ることがポイントです。のりさんの見本を参考に早速僕も掘り始めます。いきます。いいですよ。お、なるほど。2発目、2発目で少し気持ち広めに、まあ、中心を意識しながら3発目ではまあさらにそれを広めに、はい、で4発目でその線の上ぐらいから少し大きめに。うわ、うん、やっぱ下手だね。そう、ただ初めて分かるね、やっぱ下手と。いや、そのまだ分かんないです。まだ1発目ですから。今月の10月からですね、はい、キッズ DIY って言って、あの小学生対象に、はい、僕が本気であの電動ドリルの使い方を教えるコースを始めるんですよ。ちょっと難しくもしてるけどやりがいはすごくあるあります。今度のクリスマスプレゼントを電ドリちょうだいぐらいになったらいいそうなったらもう最高だと思いますよ。逆にね、それでなんかさ、うん、お母さんの誕生日プレゼントには DIY で机あげるとか、そう、そう、小物入れあげるとか、うん、ね、手作りのものでプレゼントするっていうね、僕はいいところに来ましたね、うん、非常に良かったですよ。今まで体張った甲斐がありましたね。高いとこでかいとこ良かったですよ うわ、綺麗だな。いい。わあ、すごい、ちゃんと蜂の巣だ。丸い蜂の巣。なんか俺のほらもうデコボコというかさ、頑張ってる方なんだけど、こうデコボコになっちゃってるけど、ノリさんの均等にこう手で作るんで、なるほど、均等じゃないのが味なんですよね。若干のズレとかが、そう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 、いいんですよ。その後も作業を進めていきます。ちなみにここまでで3時間くらいかかってます。ノリさんはこういうお店をやってて、はい、なんか嬉しかったこととか良かったなと思うことありますか？やっぱ終わった後に皆さんがその自分の手で作った作品に満足して、はい、毎日見れてなでなでしてますとかいや本当そういう言葉を聞くとね、僕本当になんか嬉しいし喜びなんですよ、僕にとって。そうですよね。今お金出せばいくらでも簡単に物が手に入るけれどもやっぱりこれだけ苦労して、確かにね、氷川先生にとって汗かきながら苦労してるからこそ、ね、気づけば俺ももうちょっとですよ。まず2個すごいじゃないですか、まあ、ここも含めたらあれですけど、うん、最後終盤、うん、気抜かないで最後気だけに、うん、よし、うん、できた。ようやく、うん、完成した。これです。うわ、素晴らしいです。すごいです、うん、達成感が。自分でここまでやったことにまずもう上手い下手というよりは、うん、もう感動と達成感、うん、これですね。エクセレント、素晴らしい。のりさんのエクセレントいただきましたよ。なかなか出ないですよ、うん、のりさんのエクセレントは。じゃあこれで最後、はい、はい、ヤスリ掛けして、それをちょっと超高速でさささささっといってください。次にのりさんが電動のこぎりで四方を削ってくれます。そしてそしたら今度これで最後に塗ってきますわ。ガラッと変わると思います。いきます。はい、おお、いいね。蜂蜜じゃん、マジで。すごいよ。輝いてるよ。すごい、うん。これ完成です。うわー、来た。完成しました、皿が。いや、いいっすね、これ。よかったです。早く乗せたいっすわ。うん、猫人のインサート全部これで撮ったらいいじゃないですか。パン。貸しますよ、これ。全部高級感増しますよ、これで撮ったら、うん、改めて、はい、お皿ありがとうございました。いいえ、お疲れ様でした。長寿がものづくりの楽しさ、喜び、感動を一人でも多くの人に味わっていただきたいので、はい、あの DIY サポートっていう、マンションとか住んでて音が出せない、はいはいはい、道具も持ってない、作り方もわからない、でも
やってみたいっていう方にぜひその DIY サポートであればこのバフィーに来ていただいて、なるほど、そういうことか、思う存分、じゃあ気軽に皆さんには来てほしいって感じですかね、うん、そうですね、はい、DIY の夢っていうのをここで叶えていただけたらなと思いますね、はい、のりさん本当に今日はありがとうございました、はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。僕はじゃあこれを持ってスタジオに帰ります。お気をつけて行ってらっしゃい。またお願いします、ね、またお会いしましょう。よっしゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。せーの、ほっ。